これより4月25日執行されます車市長選挙お出馬を予定しております。中村雅人政策発表会見を行います。はい、皆さんこんにちは。中村雅人であります。6期22年間、うるま市議会議員を行ってまいりました。2月1日に辞職をし、今回4月の25日に向けてうるま市長選挙の出馬、さらには講演会活動を行っております。本日は4月の25日に立候補予定をしておりますので、報道陣並びに関係各位の皆様お集まりをいただいている中で、私の政策発表を行ってまいりたいと思います。よろしくお願いをいたします。まずはじめに、私は夢ビジョン、うるま未来への道、夢と希望とまちづくり、市民の暮らしを守る姿勢、コロナを克服し新たな時代を開きます。はじめに、新型コロナウイルス感染症拡大により、うるま市民はもとより多くの県民の生活が脅かされ、厳しい状況下の中にあります。感染された方々に心よりお見舞いと、お亡くなりになられた方々に対して衷心よりご冥福をお祈りを申し上げます。また医療従事者、介護関係者、保育関係者、障害者施設などあらゆる関係機関の皆様には、市民の命を守るため感染治療や感染防止策に対し昼夜問わず従事していただいていることに対して、心より敬意と感謝を申し上げます。それでは基本姿勢についてであります。さて、うるま市は市町村合併後16年が経過しました。西2町が各々の立場を超えて共に将来像を描く、市民の福祉の向上を優先し新たな街づくりに邁進創意取り組んでいる最中であります。保守中道体制のもと、知念恒雄市長、現職でもあります島袋俊夫市長が築き上げた、うるま市は一つ市民共同の街づくりを継承し、私は第2章に向けて全力で取り組む覚悟であります。私の基本姿勢は、市民目線を大切に現場主義であらゆる問題に取り組んでまいります。市長はうるま市のトップセールスマンでなければありません。私は国および県との連携で財政確保、政策推進に努め、市民の先頭に立って一生懸命頑張ってまいります。目指す方向性は市民所得の向上であります。市民の暮らしの向上、市民経済の向上、市民福祉の向上、人材育成、教育の向上、危機管理体制の強化を行ってまいります。重点施策として1点目に、新型コロナウイルス感染防止策、1つ目に市民へのワクチン接種の推進であります。この件に関しては市長に要請を行い、県内で4月14日から試験地までワクチン接種が予定をされております。2番目に、 PCR 検査体制で
感染対策を行ってまいります。貧困世帯、一人親世帯、社会的弱者に対する支援措置も行います。次に飲食業をはじめとする商工業、農水畜産業の支援も行ってまいります。2番目に新型コロナウイルス感染症収束後の市民の暮らし、市内経済の再検討の推進を行ってまいります。3点目は沖縄北インターから石川インター間の間に新たなインターチェンジの建設と海中道路までの高規格道路の整備を推進を行ってまいります。次に与那城庁舎及び石川庁舎を市民スポーツ文化芸能及び経済活動等を施設整備の推進を行います。5点目に沖縄振興特別措置法の制定及び沖縄振興計画の推進と公立補助及び一括交付金の継続を推進を行います。6点目は子どもの貧困問題についてであります。対策プロジェクトチームを立ち上げ全庁的に取り組みを行ってまいります。7点目、うるま市の SDGs 持続可能な開発目的を制定をいたします。8点目でありますが、子ども医療費現物給付化と学校給食費の保護者負担軽減に努めてまいります。9点目、うるま市牛川総合体育館を改築し、多くの市民に多目的に活用できるよう、この仕組みを作ってまいります。私が先ほど申した夢、ドリーム、うるま市ドリーム構想を皆様に発表させていただきます。1点目に、パフォーマンススクエア構想、芸能、ダンス、舞台、ミュージックと若年層の才能を引き出し、パフォーマーを育成する仕組みを構築いたします。2点目にはスターターファクトリー構想、これは製造工場の改築時にテーマパーク化し、工場見学と教育の場、さらには観光化とした新たな施設整備を提案します。次に池江島の N 高校と連携をした地域振興であります。 N 高校は年間3000名から4000名がスクーリングでうるま市を訪れます。全国各地から代表の地域の活性化につなげます。具体的な施策として私は行財政改革の推進を行ってまいります。1点目は市職員が働きやすい環境を作るとともに、財源を確保する行財政改革を推進をいたします。2番目に土地の有効活用による経済対策、その中身として1点目に産業基盤の整備及び道路整備計画の実現、2点目に公共事業の地元企業活用と景観条例の見直しを図ってまいります。3点目に企業家育成及び企業誘致の促進を行います。3点目、農水畜産及び商工業の推進であります。1点目はコロナ対策として地元商工事業者支援を行ってまいります。2点目に地産地消条例の整備等による地域活性化の促進を行ってまいります。3点目、島嶼地域の経済、観光事業の推進。4点目、商工、観光業の振興を図るための拠点整備を行います。5点目、農水畜産業の基盤整備と生産団体との連携を行います。
4点目でありますが、教育、福祉、介護、保育、医療の自立を行います。まず1点目にコロナウイルス感染防止対策と支援体制の強化、2番目に35人学級の実施と学力向上対策及び不登校児童対策の実施を行います。3点目、子ども夢基金の増額し、未来を担う世代を応援をしてまいります。4点目、予防接種の促進と授業予算の確保を行ってまいります。5点目、待機児童の解消、貧困世帯、障害者、高齢者等への支援を充実を図ります。5点目に、まちづくりの施策として、1点目、発電場跡、塗川公園整備事業の推進を行います。2点目は、虫川ドーム周辺の駐車場整備を実現し、観光の拠点の推進を行います。3点目、海中道路の活性化及び津堅島観光の促進、4点目 Wi-Fi 環境の整備、公共施設のアトリオ、公園、道路等の再生化事業の促進を行います。5点目に、旅客一周道路の整備、大きな6点目として、環境防災、減災、消防等市民の安心安全対策、その中で1点目は緊急事態への即体制の強化を図るため、危機管理課を設置を行います。2点目、防災減災教育やリスク強化策の推進を行います。3点目、消防行政の強化及び防災道路等の整備の促進を行います。4点目、取っ手付きゴミ袋の推進とゴミの減量化対策を行ってまいります。5点目、環境保全対策及び清掃事業等の連携を行います。7点目、市民の安全保障体制であります。1点目に、日米地位協定の抜本的な改定を求めてまいります。以上であります。はい、どうも。改めて、今回の選挙のですね、最大の争点がどこになるかというところとですね、あと、市長選前1ヶ月切ったというタイミングですけれども、市長選に向けた意気込みというものがあればというふうにお願いします。まず焦点についてでありますが、私は、島袋俊夫市長の後継者であり、継承発展を掲げておりますので、焦点を作り上げ、さらにはその選挙戦に臨む相手候補がそれは行っていくべき、それを発言するべきだと考えております。選挙に、臨む意気込みとしては、今回は知念市長、さらにはこの3期12年間、うるま市は一つ市民共同のまちづくりを作り上げてきた島袋俊夫市長の後継者として、しっかりうるま市民の負託に応えて、市民の命と生活を守る、新型コロナウイルスで大変な今時代を迎えている多くの飲食業、観光業、卸業者等々、多くの関連をしている皆様が大変窮地に追い込まれている中で、私たちが何ができるのか、我々行政が一つになって市民の目線で一生懸命に取り組む、それがまず第一歩だと考えております。ありがとうございます。